はい、今日の報告です。ノーベル賞、ノーベル生理学賞は大隅教授ということで、僕はオートファジーなんか知らなかったですけどね、生化学勉強してきたのに大隅先生すら知らないというね。いや、本庄先生はもうあれですね、逃しましたね。僕に紹介されると逃すらしいですね。また大阪大学は僕の影響で取れませんでした。ノーベル財団の人は何を恨んでるんでしょうかね。ノーベル財団の方は何を正当に評価していないと怒っているのでしょうか。さあ、僕には分かりません。去年は大村先生が受賞したにもかかわらず、僕には一切何もありませんでした。しかしブックオフに大量に本を書いたので、あれが僕への支払いだったかもしれませんね。武田の村、武田の里、なんとか大村先生を応援しています。一生会うことはないんでしょうか。残念ですね。一連の梶田先生、梶田先生の一連の問題で一切テレビに出なくなりました。永遠に会うことはないんでしょうかね。永遠のゼロ、永遠の罰、百叩きの刑、百田直樹さん、ありますね。僕はもう親が死にそうなんで、もう怒り狂ってますけどね。一銭も支払われなかったなので怒り狂ってますけどね。まあ、みんなそういう経験するので、まあ、僕だけじゃないって。まあ皆さんも怒り狂ってください。いや、しかし東京とはあれですね、なんか隣の人があれですね、いろいろ話してましたけど、生まれてくる